勝美ネット TV 声優チャンネル声優23期の頼れる妹、かのちゃんこと、大久保かのです。そして、はい、こんな感じですけど、ここからは乙女ランスピー、加藤のりまさです。2人合わせて、フローリングです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。ということで、今日はですね、声優が23期の集大成、はい、卒業公演の大特集スペシャルです。公演の魅力や魅力などをたくさんお届けしていきたいと思います。はい、まあ、僕たちフローリングはね A クラスということでね、はい、A クラスの卒業公演の見どころをねたくさん紹介していきたいと思います。はい、ついに来ましたね、この季節が。早いですね、もう2年間はあっという間でしたよ。はい、さてですね、まず卒業公演って一体何だろうと思う方がいらっしゃるかと思うんですが、はい、まさにご説明をさせていただきたいと思います。お願いします。卒業公演はここ勝美声優学科で学んだ2年間の集大成といっても過言ではありません。バリオホールという大きなステージでお芝居をお見せするのがこの卒業公演なんです。はい、演技を教えてくださるのはもちろんプロで活躍している先生、そして照明や音響などを全てプロの方に作っていただくという本格的な舞台となっております。はい、23期生2クラスあるんですけど、はい、そうですね、リオクラスもですね現在絶賛稽古中でございます。私たちもどんな舞台になるのかまだわからないのですごく楽しみです。さあ今回はね、そんな A クラスの方々にねインタビューをしてきましたね。あの自分の役どころの初回だったり、お芝居の魅力などをね皆さんに聞いてきましたので、そちら見ていただきましょう。はい、まずはですねインタビューに行く前に、はい、私たちの A クラスがですね挑戦するお芝居の題名を発表したいと思います。お願いします。今回 A クラスが挑戦するお芝居の題名は、じゃん、帰ってきたお父さんです。題名のあるとね、お父さん、だからね、このお父さんがね、いろいろ引っかき回してね、みんなの登場人物のね、運命を変えてしまう、ちょっとね、怖いんですけど怖い部分もあるんですが、クスッと笑ってしまうような場面だったり、心に響くような場面だったりですね、はい、笑って泣けるホームコメディストーリーになっています。まあ、どんなストーリーなのかまだまだお伝えしていきたいところなんですけども、まあ、はい、早速ね、インタビューシーンの方に行きましょうか。はい、そうですね、インタビューを見てどんなストーリーなのか想像を膨らませてみてください。それではインタビューシーンへゴー。私が演じる山本という役はですね、あのお父さんの会社の部下にあたる男なんですけれども、その男がやたらと癖が強いというか、すごく外したことを言いまくる空気の読めないおじさんみたいなキャラなんですけれども、その話の外し具合だったりとか、そういった場面も含めていろいろ楽しい場面が、面白い場面がいっぱいあるので、そういった場面も含めて見ていただければなと思います。はい、卒業公演に向けての意気込み、はい、2年間の集大成ということなので、見ていただける方に楽しんでいただけるような、そして自分も楽しめるような、そんな劇を作り上げていきたいと思います。以上です。おはようございます。勝美ミュージックカレッジ専門学校声優学科所属、三吉博哲です。今回の卒業公演では帰ってきたお父さんという劇で息子の役をやらせていただきます。劇の見どころとしましては、亡くなったと思って葬儀をしていたら帰ってきたお父さん、そこから展開される家族の思いや家族の在り方、それぞれの役が演じる一人の人としての在り方など、様々なことを考えさせられると思います。そういったシーンもあり、笑えるシーンもありと、見ていて飽きない劇となっています。ぜひお楽しみください。はい、インタビューシーンをご覧いただきましたが、スッピーどうですか？いや、そうですね、やっぱみんなのね、その意気込みだったりとかを聞いてね、自分もね、その改めてその自分の頑張りたいっていう再確認ができたっていうのもありますけど。おー、それはいいことですね。田中はどうです？そうですね、やっぱりみんなそれぞれ、はい、しっかり考えてるところがあるので、まあ、それに負けないようにですね、はい、私もしっかりいろいろ考えてですね、物語を進めるキーパーソン的な存在になれたらいいなって思います。いいですね。はい、はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。ストーリーが少しでも想像できたら幸いです。想像ができなかったという方も大丈夫です。見ていただければ楽しめると思います。はい、ぜひ卒業公演の会場へ足を運んでください。ここまでお送りしてきました声優卒業公演スペシャル、そろそろお別れのお時間です。はいですね、はい、まあ、あっという間でしたけど、あっという間ですね。まあ、ここでは多く語るというか見てもらった方が早いというのはありますからね。ぜひぜひ皆さん足を運んでください。それでは最後にですね、卒業公演の詳細のお知らせです。声優学科卒業公演が2月の24日、25日、21日に庄美バリオホールにて開催されます。 B クラスの演目は2作、2月の24日17時半開演、25日14時開演の2日公演です。 A クラスの演目は帰ってきたお父さん、2月27日の13時開演、16時半開演の1日2回公演です。クラスによって公演日時が異なりますのでお気をつけください。はい、現在有観客での開催を予定しておりますが、まん延防止対策、そして緊急事態宣言と今後の情勢によって無観客での開催となる場合がございますので、観客の有無に関しましては直前まで変更があることをご了承ください。はい、今回はチケット購入、全席指定でのご案内となります。観覧をご希望の方は庄美声優学科へのお問い合わせをお願いします。はい、23期生最後のビッグイベント、優秀な伸びを飾れるよう頑張っていきます。はい、本番まであと少し、皆様に感動していただけるような舞台を作っていきますのでお楽しみに。それでは次の声優でお会いしましょう。庄美ネット TV 声優チャンネル声優